そしてこれですよ、パンクは最近はあのストレスポジション、はい、これ本当に超かっこいいです。で、あの、でなんか知んないけど、いやで T シャツと一緒にさバンドキャンプで買ったんだけど、うん、これ大丈夫かもしれない。時間が、あ、大丈夫だった、うん、で、あの、これあの青いかっこよくていいで、なんかすんげえ熱いんですよ。あ、ほんとだ、重量版。そう、重量版で、うん、でこれ45回転なんですけど、はい、これめちゃめちゃいいっすよ、このバンド、うん、でまあ全然そのなんか俺らとは比べ物にならないほど再生されてますけど、うん、あの とはいえその YouTube だと多分500回未満とかなんで、あ、そんなもの、そんなもんです。女性ボーカル、女性ボーカルですね、うん、ストレスポジションズは本当にすごい、あのここ最近聞いた中では超かっこいいっていうか、うん、はい、だから結構ね、だからそのあのジャンル音楽っていうかその形式主義的なフォームが最初にあって、で それの中でこうなんかみんな遊んでるみたいな、うん、まあ要するにさっきの話もあれだけど、遊び場作ってみたいなもんだから、ジャンルとかって、うん、でだから そこにある程度乗っかってれば結構こう音楽として需要できちゃうみたいなところがあるからこそ、中でこう遊んでられるみたいなところがあって、うん、だから結構ね、ほんとみんななんか好きに遊んでるから、なんか自分のこうなんでこんなのがこういうの好きなんだろうっていうのを考えたりとかもするのもあれだし、かつなんか、その、掘ろうと思えばいくらでもやっぱ掘れるんで、おすすめですね。いや、なんかね、いや、だから結構、なんか そういうのが楽しいと思うんですよね、うん、本当は。音楽聴くのとかっていう、なんか。まあ人によるんだろうけど、はい。以上です。うん